ピンナウ。え、ちょっと暇だから今暇だし、今日なんかショールームのなんか SK48 デイみたいなやつなんですよね。だからちょっとやろうかなと。そうだよね、今日 SK48 デーだよね。もう劇場だよ。劇場だけど配信したくてちょっと隠れてる。仕事抜けて見に来たぞ、ありがとう。最後も今仕事中。 SK48 デーに何が起こるかとかよく分かってないんだけど、とりあえず私はオリジナルアバターは何、全員もらえるの？あ、そっか、タイムもアバターもらえるの？あ、すごい声。解放のドレス素敵でした、ありがとう。こっそりしてないし、すっごい太ったと思ってたの。すっごい太ったと思ってたんだけど、そんなに太ってなくて安心した。卒業公演までにちょっと痩せたい。今鏡ないんだよね。だからとりあえず噛んでメイクして鏡取ってこようかな。あ、待って、今解放手にもちょうど、今日は女性限定公演ですね。なんか飛び入りも OK らしいよ。飛び入り参加も OK らしいよ。なんか顔がヒリヒリするな。夜まで持つかなメイク、こんな早くして。え、無料なんだよね。確かに男性無料な日もね、できたらいいよね。
今日は朝からモーニングをして、早起きをしてモーニングをして、今とっても眠いです。だから今からショールームしてちょっと喋ったら寝ます。めっちゃさ、1時まで、1時から公演なんだけどさ、めっちゃ時間あんのよね。同じく眠いです。コメダじゃないよ、なんかインスタのストーリーにね載せてみた。卒業前に会いたいよ、ハリも会いたい。リハはもうね、とっくに終わりました。なんか最近さ、入り時間がめっちゃ早いからさ、リハが一瞬で終わって、そこから3時間以上時間があるっていうので、私ひつまぶし食べたい。ひつまぶしってさ、本当にさ、美味しいひつまぶしがさ、1000円ぐらいになればいいのにってめっちゃ思う。うなぎ、ひつまぶしがさ、本当に食べたいんだけど、なんか気軽に食べられないじゃないですか、値段的に。それがちょっと悲しいですよね。なんかラーメン食べに行くノリだと食べれない。人数がさ、